宮です。今日はですね、鹿沼市にあるフルトステーキさん、こちらに行ってまいりました。場所なんですけれども、 JR 鹿沼駅交差点付近にあります。居酒屋さんとステーキ屋さんが合体したお店で、約1年半前にリーズナブルで美味しいステーキとハンバーグをいただきました。店内はこのようになっていて、とても広々としています。テーブル席、小上がり席があります。メニューなんですけれども、ステーキでお得なブルステやサーロイン、ヒレ、シャトーブリアンがあり、国産霜降り牛やハンバーグ、チキングリルがあり、スープバーやドリンクバーのセットがあり、ライスはおかわり無料になっています。居酒屋さんと合体しているので、居酒屋メニューやドリンクも充実していて、大食いチャレンジもあります。私はサーロインとヒレのダブルステーキ、税込み3,223円にドリンクバー、スープバー、ライスかパンがつくフルセットでライスを選択、税込み605円、ステーキの焼き加減をレアで注文しました。お水はセルフサービスで、スープバーにはポタージュと味噌汁先輩があります。ブルステということで、トゥ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 、1年半ぶり2回目の登場のおみゃーさんです。ということで、とりあえずスープは両方持ってきました。さあ、やってきました。サーロインとヒレのダブルステーキ。付け合わせでブロッコリーとポテト、コーン、フライドガーリックが乗っています。いただきます。まずはステーキダレをかけていきます。ヒレからいただきます。綺麗な色ですね。いやん、肉肉しく柔らかで、肉の旨味がたまりません。キリッとしたおろしだれで、そこにフライドガーリック攻撃、ご飯が進みます。ニンニクマンがウエスタンスタイルになって早打ちされました。まさにブル中野のヌンチャク攻撃のように綺麗で海やです。ニンニクマン対ブル様といった感じでしょうか。サーロインですが、赤身と脂身のバランスが良く、脂の甘みがたまりません。まさにブル様の代名詞、ギロチンドロップのような破壊力でご飯が進み、ミリオンセラー達成で大盛りをおかわり。ダブルミリオンも夢じゃありません。ポテト、コーン、ブロッコリーのスタッフたちも応援してます。そして味噌汁先輩ですが、チワス。味噌汁先輩の具材ですが、豆腐、人参、こんにゃく、白菜と大物感を出してます。けんちん系の先輩でホッとします。そしてクリーミーなポタージュさんはアイドルといったところでしょうか。フライドガーリックとタレとサーロインの油、見つめ合う超素直におしゃべりできない、おはるさんがいない日は晴れ。おはるさんは雨女ですからね。そしてダブルミリオン突破です。そして行くのか、さらにおかわりしちゃいました。ブル様の高さ4メートルの金網からのギロチンドロップは伝説ね。そういえばブルートステーキさんの駐車場なんですけれども、お店の目の前に広々とした専用駐車場があります。おみゃーの栃木食べ歩きの皆さん、こんばんは、おはるです。カウントダウン。手軽にステーキを楽しめて大満足でした。最後はミニステーキ丼にしてフィニッシュ。300万枚突破しましたという意味不明な妄想をして完食です。ゴールドディスクならぬブラックプレート獲得、ごちそうさまでした。はい、といったわけでブルートステーキさん、お手頃な値段で大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ではバイバーイ。